レッジのコーナーでございます。今日も元気でお過ごしでしょうか。さあ、ということで早速ありがとうストレッチ行ってみましょう。素敵な金曜日の朝でございますね。金曜日の朝もストレッチをして元気に過ごしてまいりましょう。さあ、これね、シスターの動画が切り替わるかな。さあ、映ってますでしょうか。いろいろ、あ、大丈夫そうですね。はい、では始めてまいりましょう。コメントが今日は見れるかな、見れるかな。もういつもね、いろいろなんかこう仕様が違っちゃうんですね。全然 OK ですよ。はい、では愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げかけながら行う素敵なストレッチ、ありがとうストレッチ、今日も元気にいってみよう。はい、ということでこの言葉をね、こちらの方に置いておきます。ただよいしょ、はい、大丈夫そうでしょうか。こちらの方に置いておきます。よいしょ、立てておきます。で、この言葉はね、最重要な言葉でございました。愛してる大好きありがとう、これをね、自分にも周りの方にも声掛けしていくっていうのはとっても重要ね。さあ、それではですね、いつも お伝えしておりますビフォーアフターのチェックです。ビフォーをチェックしてアフターをチェックしていきたいと思います。あの、ストレッチやって、やる前とやった後で変化があるとね、モチベーションにつながりますよ。モチベーションにつながると継続につながりますので、ぜひとも一緒にやっていきましょう。はい、では両足を伸ばしていただいて、両手を前です。ただ、はい、手の位置が足のどの辺でしょうかっていうのをチェックしてください。しても今日はちょっと下がっておりますね。今日もか、最近はね。はい、手の土まずの下側の方に来ております。いろんな方いらっしゃると思います。あの、指がつかないとかね、つま先ぐらいとかね、いろいろで全然 OK です。でもちょっとストレッチをやるとちょっとだけ伸びてるというか、あの、ボディが緩んで前に行けるっていうのになりますので、そこを目指していきましょう。はい、ではいつものように左足を伸ばして右足を乗っけていきます。右足を乗っけて足指を横に開いて縦に振る動きからいきます。愛してる大好きありがとう2回いって8カウント、それを、だいたいほぼ8カウントでいって、2エイト必要な時はシスターがワンモア8って言いますので、そしたら2エイトいってください。はい、それでは指を開いて縦に振るところからせーいきますよ。笑顔でどうぞ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣じゃなくて手と足握手。はい、ではぐさっと手を、足の甲を持ったら足先をねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で土踏まずの下側を持ってねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好きナイス、くるぶしを持って足を振ります。はい、行きましょう、足振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではくるぶしを持って足を大きく回します。足首回し、せーの、愛してる大好きありが笑顔だよね、愛してる大好きありが、反対回し、愛してる大好き、肘を大きく回して、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、では指を外して足首を持ったら足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右に振って、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き盛大に振ったら右足さんを下ろしてふくらはぎ内側を揉みます。右足さんのね、ふくらはぎ、はい、床につけていただいて体重を反対側乗っけて体重ごと動かします。せーの、愛してる大好きありが、上半身も動かして愛してる大好き、あの、重さをかけていきますよ。はい、膝のちょっと上です、結界さんを押していきます。愛してる大好きありが、いたたたた、愛してる大好き
笑顔で、はい、ももの内側、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、ではこのお膝さんをですね、ひっくり返して、右足のふくらはぎ外側です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、ではこの足を立てて、ふくらはぎの下側を親指でぐいぐいほぐしていきます。せーの、愛してる、大好き、声出してね。はい、愛してる、大好き、ありがとう。お膝の下のちょっと硬いところね、これグーでゴリゴリ動かします。膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。ちょっと膝の上にずらしてゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。お皿周りゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では今度ももの裏側をぐさっと刺して、4本の指ぐさっと刺して振ります。もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ボディごとゆすってね、愛してる、大好き。今度内ももさんをがっつり掴んでゆすって、せーの、愛してる、大好き、ゆさゆさ、ゆすってね、愛してる、大好き。外ももさんを今度はがっつり掴んでゆすって、せーの、愛してる、大好き、ボディごと揺すってください。はい、はい、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。では膝裏さんをがっつり持ってグイグイほぐして、せーの、愛してる、大好き、膝裏グイグイ、ありがとう、愛してる、大好き。膝下ブラブラいきます。お膝を持ち上げて、下はブラブラと脱力しながら、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。手の位置をね、ちょっと下にずらしていきましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、今日この足を伸ばします。ももの上を肘あるいは手のひらで、これもボディごと、上半身のボディごと揺すって、もも上グイグイ、せーの、愛してる、大好き、声出してね。はい、愛してる、大好き、たたた、こっからね、ツイートずっといきます。もも、愛してる、大好き、ありがい、たたたた、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝、つま先を内側にして、ももの横をぐいぐい、同じようにボディごと動かしてください。盛大にどうぞ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でワンワンエイト、愛してる、大好き、ありがとう。継続は力なり、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではつま先を膝を内側のまま、左のくるぶしさんを右のもも外さんに乗っけてしごきます。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンワンエイト、愛してる、大好き、ありがとう。盛大にどうぞ、ここ痛いとこね、ナイスです。はい、では下ろしましたら、右足さんを後ろに畳んで、左足さんは横へ前です。で、右足さんの腰まっすぐ立てていただいたら、右の腰骨のさんのところを両方の手でスッと落とした、大腿骨の付け根さんですね、まあ、股関節のところ横側をほぐします。はい、体重をかけてボディごと揺すって、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き、ありが、ワンモア、愛してる、大好き。ここもちょっと痛いと思うよ。はい、愛してる、大好き。まあ、痛くない人もいますよ。はい、背筋を伸ばして、骨盤転がし、左手さん、左のお膝の外に置いて、右手さん、右のお尻ペタ。後ろに骨盤をぐっと倒したときは、おへそを覗いて。前に倒したときはおへそ、こう背中を反る感じ。では後ろから盛大にどうぞ、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き、ワンワンエイト、はい、愛してる、大好き、ありが、いてててて、愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして、左手さんを左の腰の横、右手さん腰骨、背筋を伸ばして骨盤ねじり、右の腰を盛大に動かして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、
笑顔で思いと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスオッケー。これで右足は終了。手を頭の上で丸。では皆さんご一緒にいいですご唱和ください。せーの、いいです。ありがとうございます。手の丸、はい、こんな感じ。はい、ありがとうございます。はい、拍手。頑張った自分とみんなに拍手。はい、では足を伸ばしてチェックタイムでございます。ビフォーをチェックしたらアフターをチェックしますよ。両足を伸ばして右手さんが前、はい、右足さんと、お、いいですね、だいぶいきました。背中の位置も落ちましたよ、シスター。左手さんもこんな感じ、はい、です。はい、膝裏さんもこんな感じで、膝裏の隙間なんかもね、ご自分の違いを見てみてください。ももの垂れ下がり具合も、右足さんのももの方がね、ビローンと横中になっております。はい、では、コメントございましたら入れてみてください。はーい、おっと、シスター、今日は、あ、おはようございます。電車のか、あ、じゅんさんおはようございます。あし、あとで自主トレね、ハンナさん、いいですよ、ありがとうございます。じゅんさん一緒にやりましょうね。はい、さあ、ということでシスター、これが見えてますね。はい、では皆さん水分ねしっかり取ってください。なぜならデトックス効果がございますので、といってシスター水分を忘れたからちょっと取ってきますから、じゃあいいですソングをお楽しみください。ちょっと待って、はい、水分とってください。失礼しました、準備にね。はい、さあ、ということでおはようございます。さあ、早速次のことをやっていきましょう。はい、ではですね、左足さん行ってきましょう。早速両足さんを伸ばしていただいて、あ、ちょっと伸びしろたっぷりだけ行きましょう。伸びしろたっぷり。はい、これね、あの、ちょっと今日ポスターが増えましたから、ここに置いておきます。さあ、では、両足伸ばして、左足さんでございます。左足さんタッチ。あ、ちょっと記憶大きかったね。失礼しました。左足さんタッチして、右足さんとの違いをチェックしてください。はい、いいですね。はい、では、右足さんの上に左足さんを乗っけて、足の指、ちょっと熱くなってきたね。蒸し暑くなってきたね、最近はね。沖縄さんはもう梅雨にお入りなんでしょうか。あの、東京も梅雨みたいな季節になってますよ、なんとなく。早いね。はい、では指を横に開いて縦に振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、指をぐさっと刺します。沖縄が梅雨入りかどうかちょっと見たいけど、めちゃくちゃ蒸し暑いです。沖縄もちょっとめちゃくちゃ蒸し暑いらしいです。東京もそうです。はい、足の甲を、ね、持って足先ね、なんか季節が早まってるよね。はい、では指先をぐいぐいねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き、超汗かいてきましたよ。はい、足の甲の下側持って足先ねじり、せーの、愛してる大好き、足ねじりありがとう、ボディ使ってありがとう。はい、足首を持って足を振ります。せー、笑顔でね、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではちょっとお膝持ち上げて肘で大きく足首回します。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、反対回し、はい、愛してる大好き、笑顔で水田どうぞ、ワンモア、愛してる大好き、ナイス。はい、では指をパッと取って足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、
愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、チャレンジコーナー来ました。背筋を伸ばしてボディを後ろ両方上げて両手両足振り、せーの、盛大にどうぞ。愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きチョキンのポーズ、せーのチョキン、いいです。はい、ではどっちかの足曲げていただいて、手を頭の上で丸、画面の方を向いていいです、ご唱和ください、せーの、いいです、笑顔でね。はい、ナイス。さあ今日のチャレンジいかがでしたでしょうか。背筋、腹筋ちゃん、背筋ちゃんを使っております。はい、で鍛えておりますよ。はい、左足のふくらはぎ置いていただいて、では体重をおかけいただいて、ふくらはぎ内側さんほぐします、せーの、愛してる大好き、超汗かいてますよ。はい、愛してる大好き、笑顔で、はい、お膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、内ももさん、愛してる大好き、体重乗っけてほぐしますよ、いてててて、愛してる大好き笑顔でね、ナイス。両方のお膝さんを立ててひっくり返します。左足のふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる、これ上半身も使ってますよ。はい、では左足さんを立てる、右足さんは左足さんの下に畳んで、ふくらはぎさん下から親指さんでほぐします、せーの、愛してる大好きありがとう、いてててて、愛してる大好き笑顔でね、膝下ゴリゴリ、膝の下の骨の硬いところをグーでゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、膝のちょっと上をゴリ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 、はい、では膝のお皿さんゴリゴリ、人差し指のとんがったところですね、とんがったところを使います、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でナイス。はい、手をももの裏がっつり持ってボディごと揺すります、せーの、愛してる大好き、もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる大好きナイス。はい、内ももさんをがっつり持ってボディごと揺すって、せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で、もも外ゆさゆさ、せーの、愛してる大好きありがとう、いたたた、愛してる大好き、もも外ね、ちょっと痛いですね。はい、ではもも、あ、膝裏ぐいぐい、膝の下をぐいぐいほぐします、せーの、愛してる大好き、声出してね、愛してる大好き、声出すと呼吸ができますよ。はい、ボディを持ち上げて膝下ブラブラ、呼吸ができるとボディが緩みます、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっと手を下にずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、もう一回ちょっとずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、でもこの足さんを伸ばします、伸ばします、ペイント伸ばします。はい、ももの上です、肘でも手でもいいですよ、もも上ぐいぐい、せーの、愛してる大好きありがとう、いたたたた、愛してる大好き、いいですよ、痛くてもいいです、こっからツイート、愛してる大好きありがとう、ももの筋肉さん大きいですからしっかりほぐしますよ。はい、ではお膝のつま先を、つま先を膝内側、ももの外側さんもほぐします、せーの、愛してる大好き、もも外さん、ここ使ってますよ、はい、愛してる大好き、ワンモアエイト、はい、愛してる大好き、ここ痛いでしょ、私も痛いです、大好きありがとう。はい、では左足のお膝の上に右のかかとさんを乗っけてしごきます、くるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大にどうぞ、ワンモア、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では右足さんを下ろして、左足さんを後ろに畳んで背筋を伸ばします。はい、では左の腰骨さんの上に手をグッと落っことしてグイグイほぐします、もう腰横グイグイ、大腿骨の付け根さん、せーの、愛してる大好きありがとう、
愛してる大好き、笑顔で思いと愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き。そうボディごと揺すってね。はい、では背筋を伸ばして、骨盤転がし、右のお膝さんの外に右手、ちょっと横、もうね結構前です。左手さん、左のお尻ペタ、後ろに骨盤を倒したときはおへそを覗く、前に倒したときは背中を反る感じでいきます。顎をグッと出す感じで、下のときは顎を丸める、自分の方うなずく感じと前に出す感じ。はい、では後ろからいきましょう。正座にどうぞ。せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で思いと愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、では右の骨盤、腰骨さんの横に右手さん、左手骨盤で、腰肘肩大きくねじります。骨盤ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう、背筋を伸ばしてね。はい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、オッケー。では両足骨盤転がし、最後このマットさんや座布団さんをね畳んでいただいて、座骨さん、お尻の下の骨ですよ、お尻の下の骨、座骨さんお二つございます、ここを守ります。はい、では足は肩幅ぐらいです。背筋をぐっと伸ばします。手はももの後ろをぐっと支えて、お膝の下ぐらいね支えていただいて、これも両足で骨盤を転がしますので、骨盤後ろに行った時はおへそを覗く、前に行った時は顎を出す、さっきと一緒ですね。いきましょう。正対にどうぞ。後ろから、せーの、愛してる大好き、ありがとう、大きく動かして、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でナイス。背筋を伸ばしてクイックです。骨盤のみ動かします。骨盤ね、倒すのと前に出すのと、ここ、はい、しっかり使っていきましょう。いきます。せー、後ろから、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で盛大に、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、オッケー、頑張りました。では最後、いいですポーズいきましょう。背筋を伸ばして、ボディを後ろに倒して、両足をアップ、どっちかの足アップ、相手の方の手を頭の上で丸、画面の方を向く、いいです、ご唱和ください。皆さんご一緒に、せーの、はー、いいです、はい、とってもいいです、はい、その場で拍手、はい、頑張った自分とみんなに拍手、あー、首筋伸ばします。さあ、いかがでしょうか、ナイス、はい、ありがとうございます、頑張りました。さあ、日々の小さな積み重ねがね、人生を変えますから、ね、信じていきましょう。はい、両足を伸ばしてチェックタイム、左足さんどうぞ。じゃん、うわ、だいぶいきましたよ、シスター。はい、左足さん、ちょっとね、あ、座骨さんなんか、ご自分のね、お尻の下の座骨さんをちょっと後ろに出す感じにすると、さらに固まりますよ、ほら、まあまあいい感じにいきましたね。はい、今日もとってもいいです、ありがとうございます。はい、では、いかがでしたでしょうか、ご自分のボディの変化あります。汗が出て汗だらけ、久々なんできつい。じゅんさん、ぜひね、毎回一緒にやりましょう。久々ちょっときついですよね。すごい、ありがとうございます。あの、畳まれ方ね、ガラケーを今私目指して必死で、夜ね結構ストレッチ、朝もやります。朝はありがとうストレッチさんやって、夜はね自分のメンテナンスで、あの、やっております。ガラケーさん目指しますよ。はい、水分とってください。ガラケーさんの時計、あの、なんだっけ、電話みたいね、パチッとパチッと体をしたいと思っております。はい、では今日はですね、告知さんがございましたら、シスターの新企画、光ってるかな、タクパン、光ってる、タクパンでございます。こちらね、あの、自宅でパントマイム、自宅でパントマイムレッスンが受けられるという、オンラインで受けられるという素敵な企画、そして今回ですね、あの、シスターが特別に8回講座ございます。まあ、足がだいぶ上がるようになりました、千代子さん、素晴らしい、ありがとうございます、いいですよ、そこですよ。ということで、自宅でたくさん、あ、光ってる、これ、自宅で
パントマイムレッスンを受けられる素敵な企画です。5月18日から、月2回ずつ全8回で5、6、7、8と4ヶ月かけてレッスンが受けられるというなんと素敵な企画でしょうか。ズームレッスンになりますのでぜひお申し込みください。そしてですね、なんと今回特別無料、たらーパフパフパフ、特別無料でやっておりますよ。秋からねちょっと有料になっちゃうと思うので今のうちにぜひ受けていただけたらなと思います。概要欄に、また貼っときます。どういう風な内容かっていうのね、内容はですね、細かいことは壁のパントマイムをやったりムーンウォークやったり風船のパントマイムやったり、ハンドマイムという手でやるパントマイムやったりとかね、月によってテーマが変わっていきますのでぜひご一緒にやって、まあ一芸を獲得していただけたらと思います。自宅でパントマイムレッスン、タクパン、略してタクパン、ぜひお申し込みください。時間はね金曜日の、3時半とかになるんですけど、アーカイブが残りますのでアーカイブでご参加いただいても全然 OK だと思います。はい、ということでぜひよろしくお願いします。ぜひねこの機会にお家でパントマイムやっていただきたいと思います。はい、ということでありがとうございました。はい、ということで今日も本当にありがとうございました。素敵なね金曜日をこれからお過ごしください。あとで花さん自宅でストレッチね、マジですか、マジですよ、じゅんさん、これ自宅でパントマイムできる、今回ね特別無料で秋はね有料になっちゃうからぜひこの機会にやってみてください。お友達さんも誘っていただいて、はい、ということで今日も本当にありがとうございました。素敵な金曜日をお過ごしください。 Have a nice Friday、 ありがとうございました皆様。 Have a nice Friday、 じゃあごきげんよう。